青葉流 TV from 丘の横浜。青葉区には本当にたくさんの魅力、すなわち青葉クオリティがあります。この番組ではそんな魅力たっぷりな情報をお届けしていきます。皆さんは地域での交流が自分自身の健康につながるというお話を聞いたことがありますでしょうか。まあ、人と人とのつながりがしっかりしている地域ほど住民の健康状態あるいは子どもの学力が優れているという、そんなアメリカの研究データがあります。青葉区では昨年からあなたの力の 1% を青葉の未来にを合言葉に、区民の皆さんがご自分の好きなこと得意なことを生かしながら他の人や地域のために力を発揮する、そんなきっかけとなる取り組みを進めています。次世代育成を目的とした市ヶ尾ユースプロジェクトでは、昨年夏から市ヶ尾高校と市ヶ尾中学校、地域の大人が一緒に町づくりの課題や町の魅力アップに取り組みました。区内で生産されている野菜について知ってもらおうと活動してきたチームいちグルメは、地元産のわさび菜を使ったサンドイッチを作り、青葉区民祭りで販売したほか、野菜の直売所などのリーフレットを作ってきました。他にはスタンプラリーを実施したチームや青葉区の PR 動画を制作したチーム、青葉区のマスコットキャラクターナシカちゃんのグッズ制作をしたチーム、高齢者向けにスマートフォン講習会を実施したチームがありました。学校では学べないようなことをたくさん学ぶことができました。普段学校では関わらないような人だったり団体の方と関わることが増えて、すごい成長できたと思います。中高生が自分たちで企画をして何かをやろうということの場があるということで、そこに少しでも大人としてですね、サポートできればいいなと思って参画しました。自分の、考えていることをですね、意見を述べてくれたということが非常に嬉しかったですね。今年度は5月12日に第2期の1回目となるスタートアップを開催しました。当日は市ヶ尾高校の生徒企画によるアイスブレイクや講師によるガイダンスを行い、参加者が今後チャレンジしたいことや取り組みたい内容を発表しました。去年やってた人の話とか聞いてると、なんか楽しかったよとか、なんか前で話すのに慣れたとか、そういう話いっぱい聞いたんで、自信をつけるっていう面でも頑張りたいし、なんかあと地域のために頑張れるならやりたいなと思いました。地域で一緒に頑張ってます。地域で活動をスタートしたいと考えている方を対象に、昨年の秋に連続講座青葉でスタートセミナーを開催しました。セミナーに参加された方は、地域で活動する先輩たちのコミュニティカフェなどを見学し、体験談を聞いたり、計画作りのサポートを受けながら活動の始め方の基礎を学びました。今年も秋からセミナーを開催し、さまざまな現場の見学を予定しています。青葉区には定年退職後や子育てが一段落しセカンドキャリアを迎えた方がたくさんいます。その方々の豊富な知識や経験を地域で生かしていただくためのセミナー、セカンドキャリア地域起業セミナーを昨年開催しました。企画や講師を担当された館内イノベーションイニシアティブ株式会社の春田さんにお話を伺いました。春田さん、セカンドキャリア地域起業セミナーということで、どんな講座が開かれているんですかね。はい、起業についての基礎知識を学ぶとか、青葉区にありますさまざまな活動をしている現場に訪れまして、いろんな課題について皆さんとこうやり取りをするということもやって、で最後に最終発表会という、どうですか、はい、でも参加された方のこう反応というか、はい、どんな感じですかね。やはりその起業っていうものになかなか触れ合うチャンスがなかったということで、その
基礎知識に学、ついて学べてとても良かったというお話がありましたし、それから他の人がどんなことを考えているのかっていうのを知れたとか、そんな反応をいただきました。そういった中でその青葉区らしい特徴的なことはありますか？はい、まあ、割とこう知的欲求が高い方がおられますので、そのいろんな資格を取ったりとか、そういうものをこう生かしたいなんだけど、こう具体的にどうしていいかわからないということもあって、ここに来てそれを形にして実際行動までした人も何人かおられましたね。昨年度の取り組みの中でこう感じられたことっていうのは何かありますか？はい、回を重ねるごとに皆さんがこう生き生きしてこられたかなっていうふうに思います。参加されてる方、はい、そういうことですね。やっぱり今まで知らなかったこう企業のことを知るとか、それから地域のことを知るっていうことが、その皆さんたちのこうモチベーションにつながっていって、でそれからまた皆さんのそれぞれ考えてることが分かることによって仲間意識もできたっていうことが、この先のその地域での取り組みにも役に立つんじゃないかなっていうふうに思わせるような、変化があったことが良かったかなというふうに思っています。なるほど。今年は9月からセカンドキャリア地域起業セミナー2期を開催します。先輩起業家による講演、現場見学のほか、ビジネスプランの具体化に向けた個別支援も実施予定です。今年度から新たに区民の皆さんが花と緑を通じて地域に関わっていただくきっかけとなるよう、フラワーダイアログ青葉を実施します。ダイアログとは対話という意味です。8月のキックオフイベントを皮切りに、体験型のワークショップやフィールドワークなどを開催します。花や緑に関する対話を通じて、さまざまな世代の方との交流を広げてみてはいかがでしょうか。8月に区役所1階に移転する青葉区区民活動支援センターでは、自分の得意なことや趣味を地域で生かしたいなど、これから何かを始めたい方のご相談や、団体やサークル活動に関する相談を受け付けています。また毎月発行の青葉アシストでは、団体サークルなどの活動を紹介しています。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。ガマナケンの美味探訪。このコーナーでは青葉区内の美味しいお店、青葉ブランド認定店を紹介します。青葉ブランドでは、区民の皆さんが推薦するお店から、青葉区にゆかりのある有識者が美味しいと自信を持って言える青葉区らしいお店を選定しています。今回訪れるエリアは、前回に引き続き多摩プラザ駅周辺。まず伺ったのはフランス料理ヴェルヴェンヌ。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。田舎風パテでございます。田舎風パテ、はい、通常のパテは豚肉や鶏肉で作ることが多いんですけれども、はいはい、牛肉を使うパテは珍しくて。あ、そうですか。はい、旨味を出すためにフォアグラもほんの少し加えて。なるほど。口に出た瞬間にこう肉の香りがいいですね。はい、そうですね、やっぱり牛肉が入ることによって、旨味もそうなんですけども、香りが、はい、よりこう、中に広がると思います。はい、続いて伺ったのは割烹和菜柳。こちらでは鱧の炭火焼きをいただきました。ここに、はい、炭がありますけど。炭があります、ね、この上に直に乗せて焼いていきます。うん、皮の食感がいいです ね、 ですね。コリコリっとしてて、はい、うん、香ばしさも加わって、ってます、はい、あら、これは今出始めなんで、はい、脂がちょっとさっぱりめなんですよ。もう、うんうん、これからもう祇園祭りが終わる頃にさらに脂が乗ってくるんで、鱧のお刺身して生で召し上がるのと、あ、はいはい、ちょうどその頃早マツタケってマツタケが出てくるんで、土瓶蒸しにして。はあ、次回はアザミの枝、市ヶ尾駅周辺のお店をご紹介します。お楽しみに。今回は区民の皆さんが新しいことを始めるきっかけとなる、そんな取り組みをご紹介してまいりました。いかがでしたでしょうか。最近ですと男性の平均寿命が全国1位となった青葉区ですが、今後急速に少子高齢化が進むという状況の中で、地域での交流というのはますます大切になってきます。
そしてそんな地域での交流は皆さんの健康、さらに充実した生活に結びついていくはずです。皆さんもぜひ最初の一歩を踏み出しませんか。魅力いっぱい青葉区、次回もお楽しみに。